なんですけどね、ベンシャンテンを見に行ってきました。和野さんのツイートにも随分反響があったようで、で、それに今日は歌をつけてきたんですけれどね、皆さんプログラムの中でなんだか変なタイトルがあるなと思ったでしょ。米美術館福島だけ貸し出し拒否、ベンシャン巡回展、初めてこのタイトルを読みました。これは新聞の見出しそのままですね。まんまです。はい、私もそのまま書いたんですけど、ちょっとだけお話ししますと、昨年の12月に鎌倉の葉山美術館のところで、福島のベンシャンの前の、ベンシャン展といいますか、ほぼベンシャン展として同じ内容として葉山の方で行われたんですね。でその時私1日そこでワークショップを、ベンシャンの絵を見て詩を書くというワークショップをさせてもらったんです。その時に改めてなんですけど、福島にベンシャンの絵というのは実は美術館の常設のところにずっとありまして、多分大変馴染み深く皆さん持っていらっしゃると思うんですけど、そのベンシャンの絵がですね、ラッキードラゴンという絵が葉山にありまして、私はその葉山に行ってその絵を見た時に、福島に飾っている絵がここにあると思って、すごくこう感動したんですね。それでその時ベンシャンの絵を全部見て回りまして、それでこのベンシャンの絵をそのまま福島の方々に見ていただくことがとても大事なことだというふうに思ってですね、それで戻ってきたんです。ノンフィクションの、描いた絵であり、ドキュメントを描いた絵であり、戦争の悲惨さが、そこに描かれてあった絵であって、これを福島の皆さんにぜひ見てほしいというふうに思っておりました。そしたらこの2月の25日、その前の24日付の新聞だったんですかね、アメリカの美術館が福島だけ貸し出しを拒否するという悲しいその、ニュースがありまして、それで私はなんか大変その福島の県立美術館、今開催されてますが、そこでこうベンシャン展を開くこと大変楽しみにというか、一番必要なことだと思ってましたので、大変腹が立ちまして、もう思いのままにこれを打ったんですね。そうしましたらびっくりするぐらいの、反響がありまして、なんでこんなにやるのかなって思いました。反響のおかげで、かえって入場者数が増えてるみたいですよね。かえって反応があったみたいで、で僕もこのツイート、いきなりこう怒りのツイートがね、出てきて、僕もびっくりして、その時合唱曲書いてたんですけど、思わずこの詩を使ってしまったんですよ。はい、脈絡もなく。あ、そうなんですか。ね、風は裏切るか。いきなり出てくる合唱曲があります。来月初演するんですけど。だから、ベンシャンの絵をそのアメリカの美術館が貸し出しを拒否したことに関して、もうとにかくただ怒っているというだけの詩なんですね。そして、もう一つはベンシャンも一緒に怒っているだろうなって思いながら、書いた、詩です。それでは読ませていただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、本に続きまして歌いきましょうか。ベンシャンよ、あなたの精神はこのようにもあなたの精神の外に置かれている。人間とは格も恐ろしい。芸術すら殺されていく。あなたが裏切ったのか、あなたの絵が裏切ったのか、あなたの未来が私たちを裏切ったのか。ひどいじゃないか。私は涙と指の震えが止まらない。風は裏切るか、空は裏切るか、海は裏切るか、雲は裏切るか、裏切らない。ベンシャーンが描いた風は、空は、海は、雲は、人は、街並みは、愛は、強さは、悲しみは、心は、慈しみは、人生は、正しさは、誠実さは、子供たちの髪の分かれ目は、路地裏の風は、約束は裏切らない。なぜだ、なぜ福島の私たちにベンシャーンの全てを与えてくれないのか。この世に芸術は存在しないのか。
正義は存在しないのか、私たちは存在しないのか、悔しい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 。米美術館福島だけ貸し出し拒否、電車巡回で電車に、あなたの精神はこのように、あなたの精神の外に置かれている。人間とは核の恐ろしい